皆さん、こんにちは。ナビゲーターのあかりです。今回のテーマは、12代家慶の食事中の一言が改革を潰したです。それでは、早速、このエピソードを見つけたモノシリーヌさんから説明してもらうことにしましょう。はい、モノシリーヌです。それでは、今回は、私が文献を探して見つけた徳川家第12代将軍の徳川家慶についてのエピソードを紹介することにしましょう。家斉が設けた28人もの男子のうち、生存競争を勝ち抜いて12代将軍となったのは、四男の徳川家慶、1793年から1853年でした。天保8年、1837年に将軍職を継ぎましたが、すでに、御年、45歳。しかも、大御所、家斉はその後まだ4年も生きていました。やっと政治の表舞台に立てるということになって、家慶は、水野忠邦を老中に抜擢し、天保の改革を断行することとしました。この改革は、贅沢品は禁止、娯楽は禁止と、何から何まで禁止して、庶民の反発を買うことになるのですが、改革失敗の原因が将軍自身の食事中の一言にあったという面白い逸話が残っているのです。将軍の食卓に魚料理が出るときには必ず芽生姜を添える習慣がありました。ある日、家慶が魚に箸をつけようとし、生姜がないことに気づいた。生姜はどうした？そう、家慶が家来に聞くと、家来は贅沢品として禁止されたので農家が作っていないと答えたのでした。こんなものまで禁止するとは思わなかったとつぶやいた家慶の一言が外部に伝わり、水野のやりすぎを批判する声が一気に高まったということが、天保の改革が失敗に終わる要因の一つとなったと言われています。私からはこのくらいにしておきますね。さすがモノシリーヌさん、とてもよくわかりました。生姜がなかったことを将軍が嘆いたことが、天保の改革が失敗に終わる要因の一つとなったのですか。まさに、しょうがない話って感じですね。本当にやれやれですわ。さて、それでは、老中水野忠邦が行った天保の改革は、どのようなもので、何をしようとして、何がうまくいって、何がうまくいかなかったのでしょうか。その辺を詳しく、キャット GTP1 号のピーターさんに調べてもらうことにしましょう。ピーターさん、はい、キャット GTP1 号のピーターです。それでは、老中水野忠邦が行った天保の改革について調べた結果をお伝えしますね。水野忠邦は江戸時代末期の大名であり、肥前佐賀藩の藩主でした。彼は天保の改革として知られる一連の改革を実施しました。以下に水野忠邦が行った主な天保の改革について詳しく説明します。一つ目は財政改革です。水野忠邦は財政の再建に取り組みました。藩の歳出を見直し、無駄な経費の削減や効率的な財政運営を行いました。また新たな産業の育成や商業の振興によって収入を増やすことを目指しました。2つ目は農業改革です。忠邦は農業の振興にも力を入れました。農業技術の改善や耕作地の拡大を促進し、農民の生活向上を図りました。さらに農民の困窮を軽減するため、救済政策や借財の整理なども行いました。3つ目は教育の推進です。忠邦は教育の普及にも力を注ぎました。藩校の設立や私塾の支援を行い、幅広い階層の人々に教育の機会を提供しました。また藩内の学問や文化の振興にも力を入れ、学者や文人の支援を行いました。4つ目は藩政の近代化です。忠邦は藩政の近代化を図りました。行政組織の改革や法制度の整備を行い、効率的な統治体制を構築しました。また軍政の改革や軍事訓練の強化も行い、藩の防衛力を向上させました。5つ目は要素演術の導入です。忠邦は藩士たちの教育と収容のために要素演術を導入しました。要素演術は文武両道を重視し、学問や武術の修練だけでなく、礼儀作法や倫理道徳などの教育も行われました。天保の改革は佐賀藩の経済的な発展や文化の振興に大きな成果を上げました。ピーターさん、なんか説明を聞いていると
店舗の改革で行ったことは、管制の改革で行ったことと全く変わりませんよね。管制の改革と店舗の改革には、どんな違いがあるのでしょうか？はい、それでは、管制の改革と店舗の改革の違いをまとめてみたいと思います。管制の改革と店舗の改革は、いずれも江戸時代の大名や幕府による改革の試みですが、その目的や内容には違いがあります。まずは、管制の改革の方から説明しますね。管制の改革の目的は、幕府の経済の活性化や社会秩序の回復を目指すことでした。その内容は、農業や財政の改善、商業の振興、教育の普及などの領域に重点を置いたことでした。管制の改革の特徴は、幕府の中央集権的な手法を取り、徳川家斉の指導の下で推進されたということです。それでは、次に店舗の改革について説明しますね。店舗の改革の目的ですが、幕府と藩の財政再建や社会秩序の回復を目指した改革でした。管制の改革は、幕府の経済の立て直しと治安対策が主だったのですが、店舗の改革では、幕府だけではなく、藩も含めた改革が行われたことでした。管制の改革の内容は、財政改革、農業振興、教育の推進、倫理道徳の向上などでした。管制の改革の特徴は、幕府と藩の協力を重視し、各藩に改革を促す姿勢を取ったことでした。管制の改革は幕府の中央集権的な手法を主体としており、幕府の主導の下で実施されました。一方、店舗の改革は幕府と藩の連携を重視し、各藩に改革を委ねる姿勢が見られます。また、管制の改革は経済の活性化や社会秩序の回復を中心に据えた一方、店舗の改革は財政再建や社会秩序の回復に加え、教育の推進や倫理道徳の向上にも力を入れたことでした。これらの違いにより、管制の改革と店舗の改革は目的や内容、推進体制などに差異があります。簡単に言うと、管制の改革は幕府の経済を立て直すのが主な目的で、幕府が主導する形で行ったことに対し、店舗の改革は幕府と藩の財政再建や社会秩序の回復ということで、幕府だけでは改革ができないため、幕府と藩が一緒になって改革を行おうとしたわけですね。ということは、世の中の乱れは全国に及んでいたということも言えるんでしょうね。では、最後の質問ですけど、結局、店舗の改革って成功したのでしょうか？店舗の改革で成功したことと失敗したことは簡単にまとめるとどうなるのでしょうか？わかりました。それでは、店舗の改革の成功した点と失敗した点についてお話ししますね。以下に簡単にまとめますね。成功した点は以下の点です。1、財政改革の一部成功。一部の藩では財政再建が達成され、財政難から脱することができました。2、農業振興の一部成果。一部の藩では農業技術の改善や水利整備などにより、農業生産性が向上しました。3、藩校や教育の普及。一部の藩では藩校の設立や私塾の支援などにより、教育の普及が進みました。4、倫理道徳の向上。藩士の道徳的な教育や倫理の向上を目指した取り組みが一部で行われました。失敗した点は以下の通りとなります。 1. 財政改革の不十分さ。多くの藩では財政難からの脱却には至らず、改革の成果が限定的でした。 2. 農業振興の限定性。一部の藩での農業改革には成功したものの、全体的な農業生産性の向上には至らなかった。 3. 社会的不満の残存。店舗の改革が起こる前に社会には深刻な不満が存在しており、改革がそれらの問題を解決するには不十分でした。 4. 政治体制の強化の限定性。幕府と藩の協力を重視した改革では、統治体制の強化には限界がありました。店舗の改革は一部で成果を上げたものの、全体的な成功とは言い難く、幕末の混乱につながる一因となりました。私からは以上です。田沼を引き継ぐ時代に腐れ切った幕府と社会になっていた日本は、管制の改革と店舗の改革という2つの改革を行ってもすぐには解決しなくて、幕府が倒れる原因となっていったわけですね。でも2つの改革に共通する藩校や教育の普及は、
やがてやってくる明治維新で日本を開国できる人材を生み出す要因となったと言えるのかもしれませんね。一度権力を握った者が財政や周りを顧みずに贅沢三昧を行い、社会が汚職など腐敗していくと、ちょっとやそっとの改革では改善するのが難しいということと、最終的に国を変えていくのは教育と教育に基づいた道徳心、そして民度なのかもしれませんね。日本が長い時間をかけて失敗から現在の民度の高い社会を作り上げていった背景を学べた気がしました。さて、このチャンネルでは本などの図書文献、インターネット、百科事典、そして AI を活用して様々なジャンルの雑学ネタを紹介していきます。しばらくの間は私、あかりがナビゲーターとして皆様方のご案内役を務めさせていただくことになるかと思います。15話までは徳川第15代までの知られざるエピソードをお伝えしていく予定です。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも皆様方のお役に立てたならとても嬉しいです。今後も楽しい動画をご覧いただきたいと思いますので、気に入ってくださったらチャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。